発作は日本原産のみかん科で柑橘類の一つ。果実は食べられる。果皮だけでなく袋も厚いため通常は袋も剥いて食す。独特の苦味と酸味があるものの鮮度の良いものは水分も多い。日本国内での発作栽培は江戸時代末期に尾道市因島多久町の浄土寺で原木が発見されたのを機に始まったとされる。現在因島では 約2000個の農家が発作を育てている。サザエ・ケ徳商人発作検証費万円年間、村上水軍の定石、陰鎮山の南陸に、浄土寺の第15世住職、サザエ・ケ徳商人の成果があり、その近くに入った造館が発作の原木であった。陰の島には古くから多くの種類の造館があったが、その理由として、 気候が温暖であるなど、柑橘が育ちやすい、自然条件が整っている他に、東南アジアまで勢力を広げ活躍した、村上水軍が、遠征先から、苗木や果実を持ち帰ったことも考えられる。柑橘を食べると、種と皮が残り、死からは、様々な種類の柑橘が未生として発生する。やがて花をつけ、交配を繰り返しながら、増寒と言われる。 たくさんの種類の柑橘が生まれたと考えられる。発作の他にも因島原産の柑橘に安静感がある。発作という名前がついたのは1886年で、発作の頃から食べられたからと伝えられている。1910年、柑橘学の世界的権威、ウォルター・テニソン・スウィングル博士が海洋病が日本に厳正していたものかどうかを調査するため、 田中調査郎博士の案内で因島を訪れた。当時因島に現存した約60種類の増刊の中に海洋病を持つ柑橘がなかったことで海洋病が日本に厳正していたものではないことが証明された。また両博士が増刊の中に含まれていた発作の優秀性を認識したため一躍発作栽培の機運が高まっていく。 1925年は秋、タグマに出荷組合が設立され、村の会議士、田中聖兵衛の指導のもと、組合長、岡野佐太郎、副組合長、村上敏一を先月に、発作の販路拡大が図られていった。現在の浄土寺には、発作の原木の切り株が保存され、境内には、発作検証費、発作発祥の地が建てられている。 1950年頃から広島県内ではウイルス性の萎縮病が蔓延、発作の産地として危機的状況となった。治療法を探る中で、三原市の県農業試験場で育てていた発作55号がウイルスの免疫を持っていることが判明。次期で紅れない発作に受け継いだことから、結果的に2000年代の広島県の発作の木の 多くがこのお焼きをルーツにすることとなった。2021年、広島県農業技術センターは、これら日本の発作の木を保存するために、見晴らしから東広島市のセンターへ移植した。日本における2010年の収穫量は35,919トン。原産地は広島県だが、主産地は和歌山県で全国の68%を算する。 特に、木の川市と有田川町が発作の一大産地となっており、小川町では1980年代にみかんからの転作として、より生育条件に適合した発作栽培を鑑賞してきた。また、由良町では苦味の少ないさつき発作を特産としている。他の生産地は、広島県尾道市、愛媛県、徳島県など。発作の果肉その名の由来は、 発作の頃から食べられたからと伝えられているものの、実際には、この時期にはまだ果実は小さく、食用には適さない。現在では12月から2月頃に収穫され、1、2ヶ月ほど冷暗所で熟成させ、酸味を落ち着かせた後、出荷される。ほとんどは生食用として利用される。これは、組成分であるナリンギンや、ノミリン、リモニンを含んでいるため、 加工の過程で熱を加えられると苦味が増するからである。現在は苦味を取り除くためにイオン交換という方法が考案され、これにより果汁への加工が可能となった。栄養価としては主にビタミン C、養酸、カリウム、食物繊維を多く含む。また、組成分にも効能があるとされている。ありがとうございます。